あ、これでもうだから、だから初エール、初エール、手ぶらで来週私ね、あの地下アイドルさんのライブも行くんですよ。地下アイドルさん名古屋でね、もう地下アイドルさんの世界でも知らない人いないんですよ。でやっぱり地下アイドルさんのライブでも久保さんゴールとライブで全然違うっていうんです。やっぱりそのミックスとかね、あのコールレスポンスするこうリーダーやってるから、ヘイヘイとか、ああまさかとかね、うん、で、あのでね、でね、ね、すごい、自動的に取れたけど、もうかっこいい、かっこいいです、うん、でね、あのキャットファイトで、うん、キャットファイトでも、あの、あの小泉千秋さんとか、亜美さんとか、あの、地下アイドルさんのライブがあるんですよ。で、新規場でいつもおたげやったんですよ。ロマンティックお金モードの時で、俺、土下座からやってね、おたげやったんですよ、こうやって。でね、あの、確か2年前からの、ね、新宿ロストの時にマットだったから、本当に土下座してあのから始まってね、回転してね、最後の飛びダッシュでね飛び込むところとか、あれも全部やったんですよ。あの東京メルさんがあのロマンティックお金モード歌ったんですよ、新宿ロストで。その時は私もうマットの上でねお酒をしてね、もう本当にあのでね、で今年も12月27日今年も12月27日、あ、去年の12月27日もキャットファイトの、で、あれもね、あの、その時のキャットファイトが平成最後っていうことで、紅白歌合戦みたいな、白組赤組でやったんですよ、対抗戦で。で、その勝敗は客の拍手で決まるってことで、あの、赤組の勝ったと思う人ってたら、パチパチで、白組勝った人って、私がおーってやったんですよ。だからそれで白組勝ちって。それで白組勝ちって。そしたらね、赤組がミスモンゴル選手と変わったから、あの、アクだったらうるせえってよ、久保田だってうるせえねん。ね、あの若林美穂だとかみんなうるせえで、何でしょう、白組、あの時でやっぱりね、あの先なんかでウォーってよりも、後半の白組ってウォーってとかね、空気読んどるなと思ってね、で、私は拍手で決まっちゃったんですよ、あれ、勝敗が。で、それで、アキさん、あのアキさんミスモンゴルって赤組だったんですよ、アキさんって言ったらうるせえってね。ねえ、ほんと、あ